恵比寿。にぎわう店内でお客さんが食べているのは、さまざまな食材を組み合わせた創作天ぷらです。照り焼きソースとガーリックバターにつけて食べるアスパラの肉巻き天ぷらや、エビをゴーヤで挟んだもの、生ウニを海苔で巻いた天ぷらまで、メニューは30種類以上。そんな店の名物が、こちら天ぷら串になる実物の見本でございます。はい、すごいたくさんありますね。ありがとうございます。実は天ぷらにして食べたい食材を揚げる前に見て選べるんです。食材を見せるわけは、実際に天ぷら揚げてしまいますと、中身の食材が分からなくなってしまいますので、こうして実物をお客さんに見て選んでいただいております。高橋リポーターが選んだのは、長芋をイワシで巻いた一品。その作り方は、イワシを3枚におろして半月切りにした長芋に巻いていきます。ポイントは揚げ時間を短くして、イワシの身をふわふわに仕上げること。最後に梅と大葉をのせれば出来上がり。早速一口。長芋はサクサクで、噛んでいるうちにイワシの旨味がこうじわーっと口の中に広がります。刻み大葉とこの梅がいいアクセントになっていて、後味はとってもすっきりしています。この店ではおよそ一月ごとに新たな創作天ぷらができるということです。いやー、オリーブ